アップルが Mac Studio を発売しましたが、期待されていた M2 チップが乗った Mac Mini とかは登場しませんでしたね。しかし現在噂では、なんと9つの Mac 製品を4つの M2 系チップのファミリーでテストしている最中という噂があります。本当かな？特に一番期待される商品の一つである Mac Mini は、なんと M2 チップの上位、M2 Pro でテストされているらしいです。これら上位の M2 Pro とか M2 Max とか新しく噂されているチップはベースとなるのは M2 チップですが、ベースの M2 チップの CPU のコア数は8コアと10コアらしいです。そしてここから上位の M2 Max チップとかが作られるんですが、そのコア数は今のところ噂では12コアの CPU と38コアの GPU、そしてメモリが 64GB になるのではないかという噂になってます。今 M1 Pro と M1 Max が載っているものが、さらに新しくチップが M2 Pro、M2 Max と変更されるんじゃないかという噂です。現在の TSMC の新しいノードは4ナノメートルプロセスに進化しますが、この4ナノメートルプロセスをベースに新しい M2 系チップの M2 Pro、M2 Max は製造されるんではないかという噂です。ブルームバーグからの情報によると、新しいそれぞれのコードネーム、14インチ、16インチの MacBook Pro のコードネームは、それぞれ J414、そして J416 とリークしていました。これらの新しい M2 Pro、M2 Max が搭載される MacBook Pro は、現在の10コア CPU、32コア GPU から12コア CPU、38コア GPU にアップグレードされます。リークされた情報のログからは 64GB のユニファイドメモリーになるんじゃないかって言われてます。M2 Max よりもどっちかっていうと M2 Pro の方がまあコスパが良くて注目されるところなんですけども、残念ながら今回出た情報では M2 Pro の方は一切情報は出てません。次の M2 チップは現在の M1 チップよりもベースからコア数が増えるという噂なんですけれども、新しい4ナノメートルプロセスを採用されるということであれば、このおかげで1コア単位の精度も上がって、まあ、同じコア数で、同じワークロードで比べたときにより消費電力がね、エコになるということで、バッテリーの持つとかも MacBook Pro とかに入るとかなり良くなるんじゃないでしょうか。M2 Pro チップの情報は全く出てなくて、まあ、コア数が何コアになるかとかの予想も出てないです。一方で M2 チップの方は CPU のコア数が12コアということなんですけども、現在の M1 Max の CPU の構成を見てみると、パフォーマンスコアが8コア、そして省エネコアが2コア構成の10コア構成できましたね。まだ全く情報は出てないんですが、この省エネコアの方が2コア構成で、まあ、同じで来るとすれば、まあ、おそらく12コアになった場合はパフォーマンスコアが10コアで省エネコアが2コアの12コア構成になるんでしょうか。そしてその他の筐体の仕様、デザインとかポートとかについては、まあ、現在のデザインと全く変わらない、他の仕様も変わらない状態でチップがそのまま乗せ替えという形になるんじゃないかという情報が強いです。仮にこのもうすぐ出るとずっと言われている M2 チップの上位の M1 Pro とか搭載された Mac Mini が発売された時、つい先日発売開始になった Mac Studio とのこの製品の住み分けみたいな感じがちょっとややこしくなりそうですね。ベースとなる M2 チップはおそらく今の M1 チップとそれほど大きな性能差はないと思いますので、 M2 チップが搭載されるとなるとそこまでのねパワーアップにはならないでしょう。もし本当にもうすぐこの Mac Mini が新しい M2 系のチップを、ね、搭載ということになれば、さすがにデザインもこのタイミングで変えてくるだろうなと思います。まあ、M2 Pro とか M2 Max になっても、まあ、今までのね、Apple シリコンを見てもわかるように、先日出たね、Mac Studio みたいに、あれだけパワフルになってもね、比較的あれだけコンパクトな商品を作ることができますので、まあ、そのぐらいの小さいデザインでかっこよくね、新しいデザインに進化してくれることが期待できると思います。Mac Studio もね、M1 Max が2個中に入った状態であのデザインですからね。もともと Mac Mini は、まあ、一番コスパよくね、それらの上位のチップをね、購入できるというオプションが手に入るので、一番期待できる商品になるんじゃないかなと思います。